前の試合では勝利を収めています。このまま勢いに乗りたいですね。
前節チームは見事に勝利しています。ここは連勝を狙いたいですね。いい形でゴール前まで持ってきました。どうだ、コーナーからゲームは再開です。ボールを近くの味方へ、中央にクロスが上がった。このヘディングは大きく枠の外、タイミングがずれたんだと思いますが、せめて枠に飛ばしたかったですね。ディフェンスに奪われません。マルキッシュ、ハーベイ、サルシド、これは見事なパスカットです。メッシ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで網にかかる。サイドチェンジ、サイドへ振る。コーナーキックで続きます。ボールはゴール前へ。ヘディングシュートは枠に行きません。うまく当てられなかったようですね。タイミングが合わなかったでしょうか。さあこれはいいぞ。前に進んでいます。サルシド、小林、中にクロスが入った。クリアが小さい。いいところに出た。メッシ、これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたから、しょうがないと思います。マルキッシュ、メッシ、小林、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。絶妙なパス。さあコーナーからのチャンスです。ショートコーナーから攻撃。ここは中央の選手にクロス。安定したボールさばきです。
ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールを運び、どうなる？シュートを振り抜きましたが、キーパーの正面です。サム、サイドを変えます。このロングパスはよくスペースが見えていました。ホイッスルはなし。これはフリーキックとなります。ヘディングでクリア。スローインです。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。小林、横へ展開をします。ボールを前に運んでいます。いいボールでしたが、ここはクリア。サム、サイドへ展開していきます。中央にクロスが上がった。ヘッドでクリア。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールを失いました。ホイッスルが鳴ってファールです。メッシ、小林、クロスが入りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。守備への切り替えが早い。ここで止めます。チャンスは続きます。スローインです。マイナスのクロスを入れた。素早く詰めたい。ゴールキックに変わります。サム、いい形でゴール前まで持ってきました。このシュートで勝ち越せるか。ゴールが決まり、これで試合をリードしています。ずっと試合を支配していましたから、得点は時間の問題でしたね。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。ロドリゲス、このパスはカットされました。マルキッシオ、ヘッドを使います。ボールを運んでいます。打てるか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ボールの動きが激しい。レフリー、
後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。さあスタジアムのテンションが上がります。小林サイドからのチャンス、キャリック、このパスは読んでいました。ファールです。このプレーはどうでしょう。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。ハーベイ、メッシ、これは強い。ボールを奪われません。ハーベイ、ボールを運びゴールに、サム、このヘディングは大きく外れました。叩きつけたかったんでしょうが当たりが悪かったようですね。ここは2人で回します。ここは中央の選手にクロス、シュート集めたディフェンスに当たった。プレッシャーを感じてません。危険な位置です。緊張感が増してきます。マイナスのクロス、キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。マルキッシオ、モリス、このボールはキーパーの範囲内でした。プレスをかけられます。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。中盤に下がってボールを受けました。見事なロブパス、中央にクロスが上がった。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。攻勢をかけてついにゴールが生まれました。素晴らしい連携を見せています。まだまだ点が入りそうですよ。3、ここでスローイン。サルシド、前方に運びました。頭でつなぎます。真ん中にクロスを上げた。これがスローインになります。プレスを受けます。いいカットです。ボールを奪い、走り込んだ味方、決まればまだ分かりません。綺麗に決めました。ハーベイ、キャリック、サム、サイドへ振る。さあ味方も連動して動いてくる。パスが軽やかにつながります。
テンポがいいですね。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。うまく読んだインターセプト。ディフェンスを抜いた。さあスタジアムのテンションが上がります。中央にクロス、ここはクリアされました。キャリック、マルキッシオ、小林、サム、ヒールでつないだ。ボールを運びゴールに襲いかかります。コーナーキックで続きます。ボールを入れました。パンチングで対応。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。サイドを崩してチャンスを作った。ドリブルで進んでいます。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。これは見事なパスカットです。見事なスルーパス。このシュートが入っていれば試合が決まってしまったかもしれません。危険な絶妙なパス。ちょっと強すぎたか。このシュートは惜しくも入りません。流し込むだけでよかったと思うんですが、ちょっと強すぎましたね。The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. 頭を使います。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。さあスタジアムのテンションが上がります。クリアできるか。サム、試合終了のホイッスルです。